アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、シリーズハッピーラッキーガチャファイナルファンタジー3ですね。今はミャンマーヤンゴンのホテルから撮ってます。それではいつもの通りメンバーチェック1、2いきましょうか。スタメンは回復ヒーラーエリア、ルーネス、物理、オニオン、覚醒持ち、魔法ですね、イングス、キューチェインですね。クラクモ姉さんも闇チェインシーン持ってるんですけど、ここは魔法攻撃でいきます。ではチェックしてみましょうか。ファイナルファンタジー3ですね。ルーネスちゃんはですね、超絶持ち、オーバーフロー奥義持ち、バーストですね。レジェマテは1個なんか持ってるのかな。でアルクーが超必殺のみですかね。超必殺のみっぽいな、これは。アルクーもなんか使いたいっちゃ使いたいんですけど、アルクー超必殺のみですね。ちょっとさすがにちょっと Wi-Fi 環境がすごい悪いので、今なかなかできないんですよね、こうファイナルファンタジーレコードキーパーが。レフィアちゃんは何も持ってないですね。イングスちゃんは昔はもう地属性のスタメンでしたからね、まあ、今はちょっとスタメン落ちしちゃってるんですが、キューチェイン超絶持ちバーストですね。ナイトメアはスタメンにしてます。あれっていうか、あれなのかな、フルタイプしてないのかな。通信が悪いですね、かなり。ちょっと軽くバグってますね。 OK ラウローディングで持ってデッシュさんは超絶持ってますね。オニオンちゃん、我らがオニオンちゃんはもういっぱい持ってますから、全部持ってんじゃないでしょうかね。多分レジェマテも持ってます。クラクモ姉さん意外と揃ってます。闇のスタメンに多分チェイン役ですね、チェイン役として入れてるはずです。バーストで反射もついているので、このバースト地属性はついてないか、なんか地属性の攻撃があったような、気のせいか。あ、全部フルタイプできてないのか。エリアちゃんは超必殺バーストですね。ヒーラー鍛えたいかなっていうのは正直ありますね。では行ってみましょう。メロジャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーカウントダウンガチャですね。1日1回無料からいきましょう。ちょっと1日1回無料やんね、忘れちゃってるんですよね、この旅先で。移動が多くて Wi-Fi 環境がないのが結構あるんですけど、まあ無事ヤンゴンデイ2ですね。2日目のミャンマーです。まあ朝9時ぐらいですね。これからちょっと外探検しようと思ってるんですけど、その前に1回ガチャやらせてほしいなと思いやってます。でもってシリーズハッピーラッキー溜まってますね。シリーズハッピーラッキーカウントダウンガチャファイナルファンタジー3ですね。狙うは何だろう、強化ですね。イングスとかクラクモ姉さん、ルーネス、あ、やっぱりヒーラーが揃いたいですね。ヒーラー系、まあ未所持なら何でもウェルカムです。それでは行っていきましょう。フィフスアニバーサリーカーニバルカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキーファイナルファンタジー3、イデオ、ミラボ、ホロイムア、イデオ、おお、イデオ。なんかアップデートがあってガチャの仕様が良くなってたらいいな。カモン、おお、ミラボ来てるね。ミラボ来てるね。ミラボの方がまあ出る倍率が高いから出て当たり前なんですけどね。あとはかぶり、イングスですよね。紫色のなんかこの
日々みたいなの見たことない気がする。覚醒だったらいいな。超絶超絶かぶり超絶かぶりマジか超絶かぶりいらっしゃいませ。見事に超絶かぶりでした。マジかよ、運がねえな。なんか後半戦マジかぶりばっかっすよね。まあ一応重ねてこうかな。今一瞬なんだろう、覚醒でも来たのかと思ったら、グラフィックは全然知らないんであれだったんですが、てかこのこいつか、しかも持ち物が上限に達してる。くそー、かぶったぜ。斧をまず、しかそもそもこれ、まあ、攻めてもらうスクリーンは属性強化ついてました。これが使い物になるのか、ただのゴミになるのかはまああれですけど、こいつはもう30まで上げてあげよう。 OK です。ってことで、ロージャム TV ファンタジー3カウントダウンガチャ、イングスちゃんの超絶かぶりでした。チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。ミャンマーヤンゴンダウンタウンのホテルからお届けしてます、 DJ ソワライズでした。ありがとうございます。